うわぁ、そうか。会長、すみませんでした。大吾、かわいそうに。どうなるんだ。ミネ。やっぱり来てくれましたか。さすがです。嬉しいですよ、飛龍さん。何を言ってるんだお前。大吾をどうするつもりだ。うん。お前、大吾を殺して登場界の跡目につくつもりなんだろ。ふん、跡目か。本当はそんなもんどうでもよかったんですがね。こんなことになっちまうとは。こんなことだと何を言ってるんだ。桐生さん、俺はね、大吾さん、いや六代目のこと本当に心配していたんですよ。何。この人は俺の人生で唯一俺を一人の男として信じてくれた人なんですよ。やっぱなんかあるのか。え、桐生さん、俺がこっちの世界に入ったのは神田の口利きだってこと知ってますよね。ああ。あれは俺が神田に金を積んで頼んだことだったんです。無所から出てきたばかりのバカな極道を探していたら、たまたま神田に行き当たった、それだけなんですよ。どうしてあんな男にすり寄ってまで極道に。俺はね、あんたと同じ孤児だったんですよ。何。俺も生まれた時からたった一人だった。物心ついた時から貧困の限りを味わう毎日、まるで戦後の孤児並みの生活しかできなかった。今の日本でもまだそういった現実はある。あんたならわかるでしょ。誰からも愛されず、誰からも必要とされず、ただ孤独と向き合いながら生きていく辛さを。だから俺は絶対に偉くなってやる。偉くなって金を手にしてやるということだけを考えて育った。俺は誰よりも働いた、そして誰よりも我慢した。なぜかわかりますか。金のためですよ。金という目標ができた瞬間から俺は手段を選ばず、生きる時間のすべてを金を作ることに捧げてきた。そして欲しいものは何でも買える。いい女も好きなだけ抱ける。周りのみんなも俺の命令を喜んで聞いてくれるようになった。だけど気づいたんです、全ては嘘だと。嘘。そうです。人間はみんな嘘つきで身勝手だ。いくらたくさんの人間が周りにいても、みんないつか自分の都合で勝手に離れていく。そんな様子を見続けながら俺は悩んだ。人間の絆なんてものはこの世にないものなのかと。そんな時、俺は絶対的な人間の絆があると言われる世界の存在を知った。ああ、なるほど。それが極道だったというわけか。そうです。俺はそこに絶対的な絆というものが本当にあるのか知りたかった。だから神田に金を渡し、あの有名な登場界の門をくぐったんです。そこで知り合ったのが、この大吾さんでした。大吾さんは極道として経験のない俺を、いや中身のない人間だった俺を普通に迎え入れてくれた。年も俺と変わらない。
だけど人の上に立つ男のカリスマがこの人にはあった。俺はかけねなしに初めて人を好きになることができたんです。うん、それならどうしてこんな真似を。俺はね、桐生さん、今回の一件、もし大吾さんが生きていたら無条件に手を引いてたんですよ。何？じゃあどうして。だが大吾さんは死んだも同然。え、そうなの？俺は虚しかった。目標になる人間を失った以上、次の生きがいが俺は欲しかった。そして心に決めた。嘘だろうが何だろうが、誰にも文句を言わせないほどの力を得てやろうと。なるほど。それでブラックマンデーに協力を。そうです。何を言ってるんだ。それにダイゴはまだ生きているだろう。うん、こんなチューブをつけて生かされているのは人間じゃない。え？やめろ、ミネ。俺にとってのダイゴさんはこんな姿をした人じゃない。こんなダイゴさん、俺はこれ以上見たくないんですよ。なんてわがままな。ミネ、お前何か思い違いしてんじゃねえのか。人間、しがみついてでも這いつくばってでも生きることに価値があるんだ。わかるか。大吾はまだ必死に生きようとしている。そんな人間をお前は自らの手で殺すというのか。まさにあんたの言いそうなセリフだ。なんだと。大吾さんもあんたのそういうところに惚れていたんだろう。俺はね、あんたみたいな義理人情だけで生きてきたみたいなやつが大嫌いなんだよ。あ、よかった。なんであんたはそうなんだ。あんたも俺と同じ孤児だろうが、なのにどうしてそんなことが言えるんだ。今俺がやるべきことは2つ。俺の目標だった大吾さんを俺の手で最後の幕引きをして、大吾さんが大切にしていたあんたを殺す。なんてわがまま。そして俺は登場界のトップに立ち、新たな生きがいを。そんなことをして何になるんだ。何？お前は何にも分かってない。お前の周りから人が去っていく理由、俺にはよく分かるぜ。あんたが何を知ってるって言うんだ。お前から去っていった人間が今でも恨めしいか。ああ、あんな金をたかることしか頭のない、血も涙もない連中、今ここにいたらぶっ殺してやりてえよ。だったら何なんだ。お前も同じだぜ。お前もその連中も金に振り回され、人間そのものと向き合うことをしなかったんだ。お前は自分しか信じちゃいない。自分以外の人間を心から信じれない。だから人から愛されないんだ。黙れ。お前を迎え入れた時、大吾は人としてお前を信じたはずだ。うん、だからお前も大吾のこと。黙れ。脱いだ。何をする気だ。お前みたいな人間には口で説明しても伝わらない。だったら俺が俺なりのやり方でお前に教えてやる。やっぱりあんたって人はこんな時でさえ何にも変わらない。もう脱ぐか。いいでしょ、気持ちだけで人間どこまでやれるのか。教えられるもんなら俺に教えてくださいよ。脱いだ、かっこいい。
でも言っときますが、いくらあんたでも俺を倒すのは簡単じゃないですよ。でしょうね。うわー、大悟大丈夫？これがあなたの最後の戦いです。あ、思いっきり来てください。言われなくても遠慮はしねえ。とことんやってやるぜ。かっこいい。行くぞ。キリア。うわ。うわ、これはめちゃめちゃかっこいいね。いや強そうだな。ちょっと待ってよ。あ、キルさん体力減ってるな。うわ、これちょっと待って、待って。いや、これ倒せるか。なんか軽やかだもんな。どのタイミングでいけばいいんだろう。これさ、辛いのはさ、あのセーブがなんていうの、ここの前からだよね。これ死んだらコンティニューでできるのかな、一回で倒せなくても。うわ、かかと落としてくる。これあれだね、なんかオープニングの曲だね。そうか、こう最後のバトルのための曲だったのか。なるほどね。まあなんかあれだね、寂しがり屋なのかなって感じするけど。ちょっとだって結局さ、あんな血も涙もないやつらってさ、血も涙も欲しかったんでしょ。寂しかったんだよねきっとね。小さい頃から一人でさ、誰かが、だからあのね、おじさんが、おじさんなのかな、面倒を見ててくれた人が仮に生きていたらこうはなってなかったってことよね。なんかどうやって攻撃したらいいのかわかんないな、これ。うん、死んじゃうな、難しいな。まあ、武器使いたくないよね。おお、吹っ飛んだ。極みとか出せるもんなんかね。かかと落としやばいな、それドゥンドゥンってくるもん。よいしょ。まあだからその大悟が無条件に迎えてくれたことが嬉しかったんだよね。でもそれをね、自分の、うわ、なんだ、自分の理想じゃないからってっていうのはちょっとあれだね。もうちょっと心広くした方がいいぞって感じだね。分かってくれそうだけどね、なんか。でもあともうちょっとで分かってくれそうな感じあるけど、ちゃんとした愛を知れば分かってくれそうだけど、だってもともとちゃんとした愛を知ってるわけだからさ、それがなくなっちゃったから寂しいんでしょ。お金だけじゃないんだ、お金は大事だけどさ。確かにお金で大体のことは解決するんだけどさ、ある意味お金で時間が変えたりもするしね。だからかなりのことは解決できるんだけど、そのなんか残りのあと何割かが大事だったりするんよな。例えばじゃあちょっとこれはあの言い過ぎかもしれないけど、じゃあ9割ぐらいのことはお金で解決できるとして、でもその残りの1割が大事だったりするんよな。強いですどうしましょうか、これ死んじゃうね。これ死んでコンティニューがどこからかわかんないな。それなんかパターンを知りたいです。うわー、かかと落としが、うおー、間に合わないしね殴られるし。いいね。あー、今の時とかいけるのかな。うーん、厳しい。大悟、何ボタンアクションか。はい、何ボタン、ほい、かっこいい。何ボタン、バイ。お、押したかな、押してない。あー、よかったよかったよかった。
なに今キルさんが石頭だ石頭だったってこと。結構減ったね。助かる。今のあれ殴られちゃったと思ったけど、キルさん石頭すぎて硬かったんだ。ちょっと痛かったんだ拳。それは残念だね。わあ紫のオラかっこいいね。よく似合うね紫が。何何してたの今今何してたの。何その瞬間チャンス。そのそれ何してんの。回復してんのもしかして。あ回復してるかも。ちょっと回復したかも。何そんなことできるの人間。極み極み頼む。オッケーナイス。あなんかその見慣れた体力ゲージの色が見えてきた。強いです。はいはいはい。さっさはいやさはいやさ強いです。あのちょっとミネさんミネさん、そんなみなぎるパワーがあるんだったら大丈夫だよ。生きていける。君なら強く生きていける。それをね守るために使いなさい。その力を愛を守るために使いなさい。君のことを本気で心配してくれてる秘書の方だっているじゃないか。彼女の愛は本物かもしれないじゃない。どのタイミングなら攻撃。あ今の良かったのにな。今のすごく良かったのにな。おお難しい。これ誰かな。回復足りないかもな。ちょ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 これ、それなんか回復してるよね。やっぱどうしたら止められるの。攻撃するしかないのかな。あーなるほど、それやられちゃうんだ。起き上がってキルさん。あれかな、ヒートアクションとかしたら。嫌なんだけど、何なのこれ。それ最初何してんのかと思ったらさ、回復してるんかい。空から何のエナジー吸収してんだろうと思ったらさまさかこれ人間で回復する人はちょっと初めて見たな。魔法とかじゃないもんね。ねえ回復アイテム使うとかだったらわかるけど、ちょ死んじゃうな。どうしよっかな。もうなんかあんまりヒートゲージ系ばっかだね。武器使いたくないんですよ私。最後なんで。もうこれ攻撃するしかないよね。攻撃して止めるしかないよね。あいいね。やっぱ蹴りたまに当たるよね。あー回避して。一回当たっちゃうともう無理なんよな。うわーピオリンだよ。いやだ。いやー強い。その顔面パンチ嫌なんだけど、さっき痛かったじゃん。顔というか頭パンチしたらさ、キリスト顔も鉄でできてんじゃないの顔パンチも痛がってよ。ちなみにつかめないよね。おいそうおいそうおいそうってなんだろう。あー今極み出せるのにね。またそれだよ。またそれ。よいしょ。また回復するでしょ。オッケー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 。これきついな。なんとか極み出したい。寝かせて。あ、いいよいいよいいよ。出せる。出せないか。あーやばい死んじゃう。カズマカズマ回復しよう。いやーあれ今使ったよね。あつびっくりした。使ったのになかったことになったのかと思った。これどうやったら回避できるの。いや厳しい。あ今後ろからいけそうだったのに。この瞬間はつかめんのかな。あいけそう。踏んどこ。また回復するよこれ。終わりないじゃん。また回復するでしょ。
また回復するよ多分。ほらよいしょ、一回回避して、一回回避して、また回復するの。辛いなこれ。これで投げよう。強いよ倒せるかな。よいしょ逃げるんだ。おーおーおー、いやピオリンだもんね。強い。あ、いいですよ。今のタイミングでこういうものを使ってですね、極み出せないのか。いやちょっと死んじゃう死んじゃう死んじゃう。いやもう回復するものあるかな。これがまだあるか。痛い。なんで当たるのよそれも。いやおかしいでしょ。どうやって回避するのこれ。あ、今ナイス。よいしょ、無理だね。掴めるか。踏む気、あれなんだよ、踏む極み出せなくなっちゃったね。もうなんかこの時放置するってことはできないのかな。ある程度したらもうさ、あのミレさんのヒートゲージなくなるみたいな。走ってたらそんなことないのか。やっぱ攻撃当てないと無理なのか。いやちょっとこれ一回で倒せないかもな。いや厳しすぎない。だってあとだってもう体力回復系1個しかなくない。多分あと1個しかない気がする。あーヒートだもんね。これだけなんだよな。あとまたこれ回復するじゃん、紫のやつ。ほらまたこれ回復するんだよこの人。はいはいはい、止めねば。そろそろ正気とか来てもいいけどね。はい来たね。めっちゃ回復したじゃん、最悪だよ。いやーこれ勝てないな。いや一回じゃ勝てないな。回復がね、ちょっとひどくない。本当にひどいんだけど。いや隙がないのよな、なんか。いやちょっと、いや倒したかったなこれ一回で。回復はもうないから無理だと思うわ。踏んでよいしょ。痛い、それ当たるのひどいじゃん。だってい、やもう無理よこれ。あ、何またあれか、なんかはい B でも無理よ。だって回復がないもの。正気とはまた違うもんね。はい A B、 また頭固いやつか。頭固いってやつ。頭固いやつ、ナイス。これ極み出せないこの時。ダメか、痛い。これでなんとか投げて極み出せないかな。 OK ナイス。だがしかしですよ、もう何もないのよな。体力、こうヒートがみなぎるだけでしょ、まあ、使っとくか。いやーこれ無理よ、もう死んじゃう死んじゃう死んじゃう。正気来ないかな。いやもうこれしきりさ死んだわ。死ぬー。あでもこれなんかもしかしてヒート状態だと死なない。使っとくか。お願い踏ませて、もう一回踏ませて。これで OK、 ほい、なんとか
正気来てもよくない？そろそろまたこれ回復するじゃんこの人。ほら最悪。あ、正気待って、これワンチャンいける可能性あるよね。ワンチャンいける可能性ある。あのあれやれば、これやったらいける可能性ある。床地獄、A 失敗しないよ。 B いけそうじゃない。 Y だってもういけれるよね多分これ。一応最後までやろう。 XBA いったんじゃなかろうか。え、まだ生きてんの。あ、やったよかったいやこれコンティニューしたくなかったもん。まだ終わってねえ。いやよかった、これはよかったね。いや強かった。分かってもらえた。お、ボロボロだ。負けたのか。俺が。ん？博士です。ああ会長、どうかされたんですか。まあ、秘書の方ね。大丈夫だ。会長、私どうしたらよいか。お前だけだ、俺のこと。私だけでは判断できず、もうどうしたらよいか。例のドバイの案件の株、時価の10倍での申し込みがありました。今回の話を聞いた欧米のファンドが、会長とぜひミーティングをと依頼が殺到して、スケジュールが。金か。結局。え、そうなの？金しか残らなかった。俺は、のし上がったんだ。誰の力も借りず、誰も信じず、金だけを信じて。でも人間、結局誰かを信じたい。信じてもらいたい。それだけなのかもな。なあ、桐生。会長、返事を先送りにしていると、先方が態度を変える可能性もあります。会長、お返事ください。会長。なぜかな。なんか吹っ切れたみたいに穏やかな気分だ。全てが終わる時っていうのはこんな気分なのかな。いや、人間生きてりゃ終わりなんてない。いつだってやり直せるんだ。奴らは CIA なんかじゃない。ん？表向きはそうだが、あいつらはブラックマンデーの構成員。あ、やっぱそうなんだ。じゃあ、あの男が。そう、アンドレ・リチャードソンだ。ああ、そうなのかなと思ったけどね。あいつが。そうだ、俺は奴らに聞いて、あんたがここに来ることも知っていた。 CIA や風間の動きも奴らには全て筒抜けだった。
I'm afraid your role in all of this has come to an end. くそ。奴ら何する気なんだ。どうなんの？俺らを殺して新たな基地拡大法案を実現できる人間を探すはずだ。こうなった以上、奴らにとって俺は用済みだからな。え、まさか戦わないよね。 Oh, there are plenty of people who could replace you. And unfortunately, you both know far too much for me to let either. 戦うの？もう瀕死よ、桐生さん。 Die. 大じゃなくて。What? かっこいい。わあ、ナイス。What the fuck? まだ死ぬわけにはいかないんだ。俺は。かっこいい、大吾。Damn it!大吾、大丈夫？桐生さん、お前大丈夫なのか？ええ、桐生さんこそ。でも一体何が？え、何？え、撃たれた？ミネ、ミネ、お前どうしたんだ？大丈夫か？ん？危なかったな。だがもう大丈夫だ。会長、何がおかしい？くそ、しぶといやつだ。嫌な予感。I won't let it end like this. I'll kill you all. 嫌な予感しかしない。でしょうね。うわあ、そうか。Stop! Stop! 会長、すみませんでした。ミネ、何を言ってるんだ。何をしてる。こっちに来い。今の俺にそこへ行く資格はありません。ミネ、キリュウさん、俺も極道の端くれ、俺なりの筋通させてもらいます。ミネ、Stop it! Are you nuts? キリュウさん、もう少し早くあんたに会って教えてもらいたかった。ミネ、生まれ変わったら俺もそっちに入れるかな。うわ、やめろ、やめるんだ。ミネ、ミネ、そっか。長寿か。あ、はるかちゃん。おじさん。キリュウさん、まさか
登場会を裏切ったの？ミネだったんですか？いや、違う。あいつは、ミネは裏切り者なんかじゃない。いや、嫌な予感したんだよな。そっか、残念だね。お、また昔のムービーだね。お、そうですか。それじゃあ今夜経つんですね。ああ、また寂しくなりますね。そんなことはねえよ。また近いうちに遊びに来るさ。お待ちしています。あ、はるかちゃん来たみたいですね。それじゃあ行くな。ええ。沖縄に帰るのか。キリュウ。え、お前は。あれ、ああ、どうしちゃったの浜崎。全て失っちまったよ、お前のせいでな。ん？俺はもう終わりだ。だが捕まるくらいなら首でもくくるわ。何言ってるんだ。死ぬくらいなら生きて罪を償いよ。何だと？死ぬ覚悟があれば何でもできるはずだ。お前に信じるものがあってやり直すつもりがあるなら力を貸せ。え？そんなことを信じろってのか。ああ。そうか、なら試させてもらおうか。なんかそんな気はしたけど本当に？ああ。どうすんの？こんな最後に？ああ？死ぬ気になったら何でもできるってか？信じる？やり直す？ああ？ふざけんな！お前に教えてやるよ！人間死んじまったら信じるところじゃねえんだよ！おめえはあんねえんだよ！おら、言ってみろ！死んじまうときは、信じるとかどうとかどうでもいいんだよ！俺は、信じる。かっこいい。おい、てめえ何してんだ。ユウヤ、こいつ。よかった、ユウヤがいた。おなしくしょ。キリュウさんどうすんのこれ、こんな最後に。キリュウさん、富士さん、富士さん、富士さん、しっかりして。富士さん、そんな嫌だよ。ねえ、おじさん。俺はミネに教わったんだ。信じる心ってのは、人間死ぬ間際でも持てるんだってこと。どうなっちゃったのこれ。え、まさかエンドロールなの？え、いや、でもなんていうか、ほら、あの龍が如く3をさ、発売
当時にやってるわけじゃないじゃないですか。今ね、昔のゲームを今やってるわけですから、このあと続編が出てるので、まあ、キリュウさんが死んでないってことは分かるんですけど、分かるんですけども、これあれだね、発売当時はえって言って終わるんだ。じゃあそれともこのあとなんかあるかな、エンドロールの後に助かった的ななんかあるのかな、分かんないけど、えこれ発売当時は A だよね、本当にね。っていうか、あの人なんだっけ、浜崎さん、そういえばずっと出てこなかったもんね。あ、だからあのあと結局ジャカのことがあって、もう何もなくなっちゃって、あの見た目でいくともうホームレスみたいに、コントローラーの接続切れたらしい。ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫でした。何の話してたんだっけ。あ、だからもうほぼホームレスみたいな感じで暮らしてたのかな、わかんないけど。いや、なんかまあ握手であの手をこう出した時点でなんか大丈夫かと思ったけど、いや、というか、そっか、ミネさんはそっか、もうじゃあ出てこないんだね。あれ、さすがに生きてるってことはないよね。おうおう、かっこいい曲が、あの落ちた時に運よくあの CIA の人の方が下敷きになって生きてますとかないよね。まあ多分ないのでしょう。うん、そっか、なんか寂しいね、寂しい人だねっていうのはちょっとあれ、なんかちょっと失礼なのかな、わかんないけど、悲しくて寂しいね。なんか大悟かわいそうだね。だってミネのこと信じて信頼して迎え入れて、まあ入院して目覚めたらもうミネはいないみたいなね感じですからね。いや、でもあそこであのキリュウさんがミネは裏切り者なんかじゃないって言ったのは良かったね。まあそれはミネの気持ちを知ったのもあるし、まあ大悟にねそんなこと言うのはっていうのもあるだろうし、まあどっちもなんでしょうけど、いや本当になんかもうちょっと早くキリュウさんに会ってればって感じだね。うん、大悟は多分なんていうの、優しい人だと思うけど、ああいうキリュウさんみたいな感じではないもんね。うん、そう、なんかさっきのあのなんだっけ、殺してやりてえよ、あんな血も涙もないやつらみたいな、あのセリフがちょっと悲しいね。だってそれを言うってことは、さっきも同じこと言いましたけど、血も涙もあって欲しかったってことですからね。うん、まだ愛が歪んじゃったのねっていう感じはしますけど、すごく悲しい人だね。そっか、もう出てこないのか、あんなにかっこいいのに もったいないね。なんかね、いや、それにしても強かったけど、倒せてよかった一発で。いやー、なんかね、ヒート状態だと倒れないみたいなスキルを見かけた気がするんだけど、見かけただけで取ってないか取ったかわかんないんですけど、もしかしてそれのおかげかな。なんかもう瀕死だったのに生き残ったもんね。なんかそんなのがあった気がするんだよね。ギリギリね、回復なかったんですけど、なんとかなりましたね。いや、最後ちょうどよく、なんだっけ、最後倒すやつなんて言うんだっけ、典型じゃなくて、まあ最後にね、ヒートアクションで倒すやつ、いや、正気だ、正気でちょうどよく倒せてよかったですね。すごい運が良かった。しかもあれ、多分正気を3パターン覚えてなかったら倒せなかったかもね。3パターン目の正気を、あれが一番削れるじゃないですか、体力、ボタンアクションがいっぱいあって。なので他2つだったら削りきれなくて負けたかもしれないね。うん、いや、運が良かった。いや、なんかさ、この激アツバトルをやっぱ2回やるっていうのはね、まあいいんですけど、もちろん2回やっても、まあやっぱ1回で倒したいと思ったよね。そう、なんかある、あ、小屋が新しく、あ、てかミキオは生きてるんだよね。ほら、新しいお家だよ。あ、ミキオ、ミキオ兄ちゃん、なんで入らないんだろう。新しいから緊張してんのかな。こっちこっち、あは、行くぞい、当たねば、行くぞ。あ、もうリキアもいないしね。けんけんぱ
違えちゃった。かわいい。すごいね、やっぱさきちゃん絵上手。そんなことないよ。あ、喋れるようになったのか。はるかお姉ちゃんも見てみなよ。ん？ああ、よかった。なるほどね。大丈夫だったんだね。そっか。いや、いい終わりだね、これはね。こういうシーンを望んでたんだよ、最後に。おお、噛んだ。これでじゃあ終わったんですね。はい、というわけでメニュー画面に戻ってきました。じゃあね、龍が如く3はこれにてクリアということで、最後までご視聴ありがとうございました。感想はね、さっきエンドロールの時に一通り話したので、あとはサクッと話して終わりにしようかなと思います。いやー、本当に皆さん強かったですね。あの龍が如く3を始めた最初の方に、バトルが難しいよっていうねコメントとかいただいたりして、そうかそうかと思ってたんですけど、いや本当に龍が如く3はバトル難しかったですね。うん、まあでもなんとか倒してクリアできてよかったなと思います。すごい悲しい結末になったんですけど、お話はとっても面白かったです。うん、いやーよかったですね。本当に龍が如くらしいどんでん返しとか、まあ悲しい、展開だったりとかね、いろいろありまして、うん、龍が如く3を遊べて本当に良かったなと思います。はい、というわけでまたね、龍が如くスタジオの作品は、また引き続き遊んでいきたいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。龍が如く以外でも、いろいろねゲームたくさんやっていきたいなと思っておりますので、大事なところで噛んじゃった。よかったら、また動画見に来てくださると嬉しいです。というわけで最後まで龍が如く3をお付き合いいただきありがとうございました。じゃあ最後にね、よかったらポチッとグッドボタン、それからいつもねコメントとても嬉しいです。動画の感想をコメントに書いていってくださると嬉しいです。あとメンバーシップやっております。毎月限定動画配信しておりますので、気になる方は概要欄からぜひチェックしてみてください。あとツイッターもやっておりますので、お気軽にフォローしていただけると嬉しいです。というわけで本当に本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。ありがとうございました。